こんにちは、りょうです。今回は POE 3.17で追加された新ボスのブラックスターに50回挑戦して、どのくらいリングが落ちるのかを検証してみようと思い、せっかくならと動画を撮ってます。ブラックスターのドロップでのあたりは、このポラリック・デバステーションっていうリングで、今だいたい 1EX。ですかね。最初始まった頃は 2EX くらいで高かったんですけど、大体半分になってて、1EX じゃ売れないですかね。で、このブラックスターに挑戦するインビテーションが、これも、まあ大体半額、最初の半額とか3分の1ぐらいになってて、今6カオスぐらいで買えますね。で、今回50回挑戦するということで、大体300カオスくらいです。なので、まあ、本当はそのリング1つ落ちただけじゃ全然マイナスなんですけど、ドラスパッシブのこのエルドリッチボスがコンクエラのマップを20%で落とすっていうのがあるので、これで、まあ、50回いったら10枚落ちて、だいたいリングがもし落ちてくれればトントンくらいかなという感じですね。あとはまあカレンシー系ですね。この辺が落ちてくれればちょうどいい感じになるかなという感じです。それではいきます。で、僕ビルドはイエバリスタを使ってます。めちゃくちゃ強いですね。で、今まで150回ぐらい挑戦して、だいたい3つくらい落としてて、今回もこの50回いけば1つぐらいは落ちるんじゃないかって期待してます。それではいきます。ちなみにモッドは何もつけてないです。1回目いきます。一発目で落ちました。続けていっちゃいましょう。
それで、ちょっと半分ですね。今のところ、マップの位置はあんま良くないですね。ご飯、行きます。ラスト1回。今のところ指輪は1つだけですね。下50回、果は感じですね。ユニークとかはあんまですけど。指輪が最初1つ落ちたんで、その後49回残ってるんで、もう1つくらい落ちるかなと思ったんですけど、ダメでしたね。で、コンクエラのマップが10個。これは20%なので、多分確率通りですかね。で、あとはカレンシーですね。まあ大体これ4、4、50カオス。これはもっと安いですよね。1。まあ5カオスか。2つで。50カオスぐらいで、この辺も、マスク合わせて10カオスぐらいかな。60で。で、今多分、コンクラのマップが25くらいですよね。300と 1X ぐらいで、ちょいプラくらいで、なんとか終わることができました。この指輪が落ちてなくても、300カオスでマップ買ってきて、マップとこのカレンシーで、一応元は取れてて、リング期待できるみたいな感じで、やってもよかったのかなっていう感じですね。時間は大体30分ちょっとくらい。
ですね。もっとマップが上振れ引いたらもよかったんですけど、なんか思ったより落ちなかったですね。はい、というわけで、まあ、50回やってみました。無事バルリング、ポラリック、デバステーションですね、手に入れることができました。ただなんかこの感じだとなかなか50回で落ちるかどうか的な感じなんですかね。はい、というわけで、この今回の検証は50回いって、まあ、1個落とすということでした。